もう最後の一つと限定に弱くて買っちゃった。皆さんこんにちは、アイです。今日はですね、久しぶりにあそこへお買い物に行きました。はい、あそこっていうのはこちらって言っても真っ白だからわからないんですけど、無印良品に今日は行ってきました。なので今日買ってきたものを紹介していこうと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。私はずっと待ってた。無印良品週間。もうずっと待ってたけど、なかなかやらない。しかも調べてみると、どうやら年内の無印良品週間はないみたいな噂もあって、なので私はもう耐えられずに行ってきてしまったっていう感じです。本当はね、無印良品週間に行きたかった。はい、ではまず一つ目。もうこれはもう皆さん、おなじみ、おなじみ。ファイルボックス。こちらが2分の1。です。スタンダードタイプ。ここのね、後ろがまだ出来上がってなくて、なので、ちょっとずつ買い足して、様子を見ながら収納している感じです。続きまして、ファイルボックス。はい、こちらもファイルボックスのワイド2分の1です。これと高さは一緒なんですけど、幅がワイドのものですね。もうそのまま。続きまして、ファイルボックス。これが2分の1じゃなくて一番スタンダードなタイプ。そう、ちょっとね、難度の方も片付けたいなと思ってるんですけど、難度には果たしてこれがいくついるかっていうのがちょっと把握できてなくて、今回は一つだけ買って様子を見ようと思います。これもそうなんですよ。ここも欲しい欲しいって言ってる割にはいくついるかっていうのを把握してなくて、ちゃんとチェックしてから行けばよかったんですけど、とりあえず3つはいるかなと思って買ってきた感じです。これね、たくさん買うってなるとやっぱり、珍しい料理収穫が恋しい。前よりね、お値段は安くなったとはいえ、やっぱりちょっと高いですよね、ファイルボックス。そうなのでね、無印良品週間はうるさい、うるさいね、私ずっと言ってる。ここ難度なんですけど、開けますね。そう、こんな感じで今まだ足りてない、ね、上の方も足りてないし途中も足りてないんですけど、今こんな感じに収納していて、でここにこのこれを使おうと思って、ここがね開いちゃってますよね。そう、足りなくて、なのでこれをここに入れようと思って買ってきました。パズルみたい、ハマった。そう、ちなみになんですけど、上の方にモアイがおります。モアイは前の家から持ってきました。次はこちら、マンスリーノートです。2021年、もう来た、もう来る、2021年来るね、きっと来る。貞子みたいですけど。もう来るから、ちょっとこちらを買ったんですけど、これは YouTube のネタ帳的なものに使いたくて買いました。普段私、携帯電話とかに自分がやりたいなと思った企画をメモしたりしてるんですけど、時々コクンさんとスタバで打ち合わせをして、企画会議っていうものをやっています。コクンさんも企画こういうのどうかなっていうのも言ってくれたりするし、私がこういう企画どうかなって相談する時もあって、そういう時間をコクンさんも作ってくれて、スタバで話してるんですけど、それをするときにいつも iPad を持って行って、 iPad に自分で手書きで1ヶ月のスケジュールを書いて、そこにこういう動画をあげようかとかメモしてたんですけど、これもうまさしくそのまま、もう私が iPad に書いてある感じで、こんな感じでスケジュールが大きく書けるノートで、これ使ったらいいんじゃないかってコクンさんと話していて、今回買ってみました。これだったら iPad を持っていかなくてもいいので軽いなと思って。そう、 iPad もね、充電し忘れたなんていう時はね、使えない時があるから、そう、ちょっとこれを2人で共有しようかって言って買ってきました。次はステープラー。これが針を使わないステープラー、ホッチキスでいいかしら。おしゃれな言い方だとステープラーとかステープラーみたいになるんだろうけど、私はホッチキスって言っちゃう。無印良品にすごくシンプルなのが売ってたので、今回買ってみました。やってみようかなと思います。付箋だからあんまりこれ意味ないかもしれないんですけど、ちょっとこのあたりでやってみようかな。こういう感じで。あ、間違えてる。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、こう風かな、ここで。あー。できてるわー。こんな感じで簡単に針を使わずに髪を留められるっていう。ちなみにこれは5枚までなので、分厚いものを閉じたいっていうのには向かないかなと思うんですけど、領収書ちょっと閉じたいなとか、そういう時に使うのいいなって思いました。
次はこちらスティック型ハサミです。これも絶対これじゃなきゃダメだっていうわけじゃないんですけど、ドレッサーを最近作って、そのドレッサーのところに置きたいなと思って買ってきました。こういうのもしかしたら100均とかでも売ってるかもしれないんですけど、このスライドを下に下げるとハサミとして使えます。ちょっと切ってみよう。切れ味抜群で、ここのレバーを上に上げると止まるっていうね。持ち運ぶにはちょっと大きいかもしれないんですけど、収納的にはすごくシンプルで使いやすいのかなと思います。次はスチール眉用カットバサミ、眉毛用のハサミですね。使ってる眉毛バサミをそろそろ買い替えたいなと思っていたので、ちょっとシンプルないいものを見つけたので買いました。次はこちらです。ケーブル収納 USB ケーブル専用って書いてありますね。長めのケーブルをこうコンパクトにまとめられるものなんですけど、いっぱいねケーブルうちあって、そういうケーブルをこれでまとめられたらいいなと思って今回購入してきました。はい、ではケーブル収納してみようかなと思います。このコードの中央部分を差し込みます。で閉じる。で、ここを巻くみたいです。おー、あ、巻かれてる。あ、いけた、あ、いけた、いけた。ぴったし真ん中にしないとちょっとこういう残りが出るんですけど、こんな感じですごくコンパクトになりました。ちなみに長さ 1m、 太さ直径 3mm までのケーブルが収納できるみたいです。次は靴下です。朝履きスニーカーイン靴下。そう、これ私ずっと使っていて、夏履きすぎて半年ぐらいでちょっとボロボロにはなってきちゃったんですけど、これは履きやすかったです。脱げることもなかったし、これは足首の方まであるんですけど、本当にスニーカーの時専用に履くのにはおすすめです。次からが食品です。食品でまず買ってきたものはこちら、国産大豆の黒豆茶。これが欲しくて今回無印に行ったと言っても過言じゃないぐらいこれが欲しかった。やっぱりなんかこれすっごく美味しくて、黒豆茶なのでちょっとこう香ばしい香りなんですよ、風味っていうか。でさらに色がそんなに出ないので、歯の色素沈着がこれだったら割と弱いんじゃないかなと思って、これ以上黄色くなったら嫌だから、気にしなくて飲めそうな感じがしてます。絶対ではないと思うんですけど。次はバターチキン。これ本当にいつものなんですよね。糖質制限をしている時はあんまりお米とか玄米もあまり食べないようにしていて、なのでカレーを食べる機会がなかったんですけど、最近は玄米食べたりとか、もちろん白米も食べることがあって、久々にカレーが食べたいなと思って買ってきました。次もカレーです。こちらブラウンマサラエビのクリーミーカレー。私これあった記憶がなくて、初めましてなんですよね、私自身が。そう、エビのクリーミーカレーっていう名前だけでもめちゃくちゃ美味しそうだなと思って、これも買ってみました。美味しかったらまたリピート買いしようと思って、今回は一つだけ買ってきました。次は来たよー、来た来た、ごぼう買ったわー。ごぼう久々に買った。これもう美味しくてなんか止まらなくなるんですよ、このスナック。今日行ったらね、これが一つだけあったの。一つだけに弱い、もう最後の一つと限定に弱くて買っちゃった。ごぼう自体をこうフライにしてるっていう感じじゃなくて、見た感じのスナック菓子です。そう、でもごぼうの風味がねしっかりあって軽い食感で止まらないんですよ。ちょっと危険ではあるんですけど買いました。次はこちら、ノンフライスナックトマト&バジルとホタテ&醤油。もうね、さっきのごぼうと反してる私は。これ糖質 10g 以下でダイエット中の方でも罪悪感なく食べられそうなお菓子としまして、先日ねコクーンさんと動画で紹介してるんですけど、その中でもリピートしたいと思ったこちらを買ってきました。これ美味しかった。なんかこれだったらスナック菓子ちょっと我慢できそうみたいな。まあもちろんこれもエネルギー 105kcal、 脂質 5g、 糖質 9.21g は入ってるんですけど、よく見るお菓子に比べると糖質も少なめなので、気をつけたいなっていう時に食べるってこう今話してるんですけど、さっきごぼう紹介しちゃってるからなんか説得力がないなと思って。
続きまして、ミルクチョコレート。これも先日の無印の糖質 10g 以下の商品の紹介で出てきたお菓子なんですけど、その中でも私はもうこれ本当に美味しかった。チョコレート自体はね、本当にあんまり食べない方がいいなと思ってるんですけど、冬になるとチョコレートが食べたくなるんですよ。そうなので、ちょっとこれで我慢しながら、時々食べたいなと思います。もう本当に矛盾してる。痩せたいの、痩せたくないの。どっちなのっていう。以上が私が欲しいなって思ったものなんですけど、2個だけコクーンズセレクトがあります。まず1つ目こちら、ストロー。なんで気になったのかなと思ったんですけど、環境に優しいものをなるべく使った方がいいっていうご意見で、こんな竹材のストローがあるんだって言って今回買ってました。でお客様が来た時にこれ出すのいいんじゃないって言ってたんですけど、だからお客さん来ないんだよなと思ってお客さん来ないんだけど、コクーンさんはお客様用にこういうのを買いたいみたいですね。まあ時々家族が来たりはするので、おいっ子くんがジュース飲む時とかにはいいかもしれないですね。次はコクーンズセレクト2つ目、アップルウーロン茶。アップルウーロン茶っていうワードが気になったみたいですね。コクーンさん、お帰りなさいませ。ただいま。はい、アップルウーロン茶の味が気になるので実食してみます。はい、お願いします。いただきます。はい。わあ、すごい、リンゴの匂いがすごいよ。嘘、リンゴの香りがするアップルだからね。うん、これ美味しい。嘘。うん、お茶だけど、うん、アップルの香りを入れてるのかな、中に。香りをギュッと閉じ込めた。ほんと。ウーロン茶。香りはリンゴだけど味はウーロン茶って感じがする。ね。うん。すごくない？すごい。すごいねこれ。これいいね。うん。これまたリピートするわ。私はもういいかな。はい、以上が無印良品購入品なんですけど、最後に一つ情報提供したいなと思ったことがあるんですけど、最初にお見せしたこの白い袋ですね。これが肩からかけられるベルトもついてるし、こうやって手で持つこともできる大きな袋なんですけど、これ無印良品で150円で購入しました。袋を持って行ったんですけど、ファイルボックスを意外にたくさん買ったので入らなくって、そしたらあのお店の方がこういう袋が150円になりますけどどうですかっておっしゃってくださって、今回こちらを買いました。あと2段階大きいサイズがあるみたいで、大きいものを買う時とかはこれすごくね便利だなと思いました。で、何が私がシェアしたいかと言いますと、最初150円って言われて高っと思ったんですよ。これ袋に150円するのと思って、そう、でも持ってないから買うしかないみたいな、それで購入してるんですけど、これもし使わないなと思ったら無印良品でまた150円で買い取ってもらえる、買い取ってもらうっていうのかな、これを私すると150円が戻ってくるらしいんですよ。それ聞いたら、ガゼン買う気がするみたいな。そう、いただきますってガゼン思ったんですけど、でもやっぱり大きいのが入るし頑丈なので、そのまま使われる方が多いって言ってました。私これ無印良品行くときこれいいなと思って、返納せずにこのまま使いたいなと思ってます。今度行くときに持ってくのを忘れなければいいんですけどね。だいたいなんか買い物のついでに、例えば無印行こうって買うことも多いので、これを持ち合わせてないときもあるかもしれないんですけど、返すと150円また返ってくるっていうのがあるだけでもちょっと嬉しいなって思います。はい、ということで今日無印良品を紹介しました。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではあっちの動画でお会いしましょう。またね。はい、黒豆茶を7つ買ったんですけど、なんかなんで7つも買っちゃったのかなって、また買いに行けばいいんですけど、なぜ7つなのかがちょっと自分でも分かんないんですけど、7つ買いました。